誰か来てくれ。あはー、正論のナイフでメタザシスね。顔に似合わず美声でした。震えよ、縦に動いているはずだ。ミオタが自殺なら、曲名で例えるなら涙の全力疾走って感じっすね。そんなものはない。貴様には痛々しい妄想癖があるようだ。俺様は勇者も闇の王も、天を滑る神々でさえ裸足で逃げ出す狂気の平面。無法、恥ずかしそうなお顔がかわいい。佐藤や鈴木よりは幾ばくかマシなはずだ。大変っす。それって諦めてしまうってことですか？ゲームの話なんてどうでもいいっすよ。あ、マジっすか？おい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 。俺はただの邪魔者。いや、邪魔者の上に豚野郎ってところが。どうした？破壊神暗黒四天王よ。あれ？何ちゃん？悲しいな。け、また変態の本性が出てきやがった。俺様はまだ半分の力も出していない。あはは。え？おい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 ！嘘だろ？これで終わりじゃなかったのかよ。軟弱者を破滅させる。邪眼の力をなめるな。田中キングダムに栄光あれ。ちくしょう。貴様らの稚拙な推理に呆れ果て、声も出なかっただけだ。で、とりあえずタワーに行ってみることにして、イチゴ回廊に向かってみたんだけどよ。そのせいで疑われる結果になったのだ。むしろタイミングが悪かったと言うべきだろう。下がっている。よっしゃ。見事だったぞ。人間風情がなかなかやるではないか。己の無力さを知る。なんだと。エンジン全開。黙れ。貴様は何を望む。あえて言おう。ギリだな。こんな簡単に終わっちまうんだな。休館は停電中だったのだ。持ち上げることが叶わぬのなら、あるもの。少しは元気がないですよ、この人でなし。違いをさらせ。許しません。決まっているだろう。ショータイムが始まるぞ。なんだよそれ。なんでそうなっちまうんだよ。まさかこの俺様を心配しているのか。破壊神暗黒四天王と恐れられた貴様ららしくないな。ちくしょう。騙されねえぞ。俺が整備してやるぜ。つうかどうしても泳いでんだよ。泳ぐのはこれからだろ。そのための待ち合わせだろ。やらせません。いいか、他者に負けを認めさせるコツは二つだ。それを教えてやろう。我が名は田中ガンダム。高らかに笑おうではないか。もう、そうだ、他の凶器が使われたからといって狛江田の容疑が晴れるわけではない。え、どうなってんだ。こんなのどっちも絶望じゃねえか。14時30分に小泉と待ち合わせして、そこであいつを殺して逃げたとする。なんだ。ピンポンパン